ズワン月曜日最初はこちらのコーナーからスタートです、はい、テゲウマテキー、こっちはあらこっちはこっちはなんかこのこっちに座り姿勢でするのが初めてですね、はい、あの今日はですね、エビ好きに捧げるエビのメニュー、もうこれに限定してですねシェフに教えていただきました。もう最高でございますもう本当最高だったんです。ご覧ください。それではテゲウマクッキン。今回ご紹介いただくのは中国料理ランハイの料理長遠田雅親さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ料理長、はい、今回はエビメニューということですけれども、どんなメニューをご紹介いただけるんでしょうか。はい、エビのチリソースです。中華の定番ですよね、はい、私も大好きです。もうシェフのプロの味を教えていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では材料です。エビ20尾、長ネギ1本、鶏ガラスープ 250g、 水溶き片栗粉、ラー油、ごま油、サラダ油はそれぞれ適量です。調味料はケチャップ 150g、 豆板醤、ニンニク、生姜がそれぞれ 8g、 紹興酒、チューニャンは大さじ1杯、グラニュー糖 13g、 うまみ調味料 5g、 塩は 3g です。では料理長、まずは何からでしょうか。はい、こちらのエビの下処理の、仕方から、説明したいと思います。はい、背割りにします。包丁を入れて、はい、全部切り裂かずに下の部分だけ残しておきます。こんな感じ。あー、はい、なるほど、はい、そうしましたら塩と片栗粉で十分揉んであげて、こちらを流水で、さらします。で、さらした後で、塩と片栗粉で軽くマリネしたものがこちらのエビになります。プリプリ感が出て、あとアンモニアの臭みを全部出してしまいます。じゃあその下処理したエビをこれからどうしていくんですか。はい、ボイルして、はい、ボイル、はい、はい、湯通していきます。うん、はい、でまずこちらの沸いたお湯の中に大さじ1杯の油を入れます。こちら油を入れることによって、旨味と、エビのコーティングをします。沸いた中にエビを入れていきます。はい、この時に、すぐに触らずに一時放置します。おー、はい、そうなんですね、はい、なんかすぐ触っちゃいそうですけどね。ある程度立ちました。少しかき混ぜてあげます。この時にエビはもう完全に加熱してあげてください。火を通しすぎますとエビの食感が悪くなるんで、縮まったりするんで、この見極めですね。そうですね、はい、なんかね、大きかったエビがこうキュッてちっちゃくなるとすごい残念でね、がっかりしちゃいますもんね。そうですね、はい、もうこのぐらいになりましたら、はい、火が入ったと思いますのでザルに切ってあげます。さあ、調味料もずらっと並べましたけれども、はい、続いては、はい、こちらで調味料を炒めて作っていきたいと思います。はい、はい、まず豆板醤を入れていきます。もう中華といえば豆板醤ですよね。はい、紹興酒がない場合は、日本酒で全然問題ございません。大丈夫です、はい、でも紹興酒の方がやっぱり香りとか風味が良くなりますよね。チューニャンですね。はい、チューニャン、はい、こちらはもち米を、麹菌で入れて発酵させたものになります。中華特有の調味料になります。こちら、おお、こちらももし手に入らない場合は、入らない場合はですね、酒粕で代用が効きます。もしくはみりんですね。あ、はい、なるほど。炒めました。ケチャップですね。はい、ここでですね、よくケチャップも炒めてあげます。はい、なんかもう見てるだけでこうエビチリの色になってますけど ね、 そうですね。ここにですね、次々入れていきます。で、炒まりましたらスープ、スープ、はい、入れていきます。はい、鶏ガラスープですね。はい、沸いてきましたら、はい、もうすぐに、水溶き片栗粉でとろみをつけていきます。この時にですね、この沸騰したままでやりますとダマになりますので、はい、一度火から少し外してあげます。はい、はい、なるほど。そうすると焦らなくていいですね。そうですね、周りからゆっくりかき回していきます。こう回しましたら火にかけてあげます。はい、
こうとろみの目安っていうとどれくらいですか？とろみの目安はですね、これからやっていきますけど、はい、お玉にこう引っかかってくるような、はい、ぐらいまでやって入れていきます。もう少しですね、はい、お玉にまだ少し残るような感じですね。あ、全部がさらっと流れてしまうんじゃなくて少しお玉に、はい、このぐらいになりましたらネギを入れてあげます。はい、はいネギを入れまして、最後にエビですね。もうエビが、はい、エビを入れます。そのままラー油ですね。はい、はい、で軽く下から上へとこう回してあげて、エビにソースが絡まりましたら完成になります。うわー、もうあっという間にもすごく美味しそうに出来上がりました。この後お楽しみの試食のお時間です。プリプリで私ちょっとワクワクが止まりません。はい、早速よろしいですか？はい、どうぞお召し上がりください。すごい、おっきい。皆さん見てこのエビの大きさ、プリプリ感。はい、ではどうですか？もう歯からエビが逃げていくぐらいプリプリしてます。 ありがとうございます。でエビの旨味もグッて詰まってるので、はい、噛んでいったらもうエビのお出汁と旨味が広がっていくのと、はい、このソー ソース絶品ですね。なんですか、もう美味しい。そうですか、さすがです。まずエビの下処理の時に塩と片栗粉で洗うと書いてましたが、1時間ほど置いておいてその後流水で流していただくとプリプリ感が増してエビのうまさも増していきます。下処理がもうポイントです。もうこのプロの味にできるエビチリですのでね、はい、皆さんもぜひご家庭で挑戦していただきたいと思います。今回は中国料理ランハイの遠田さんに教えていただきました。料理長どうもありがとうございました。ありがとうございました。いらない美味しさだったんですね。本当ですね。美味しかった。いやもう、かっけーさんはそれが表現方法なんでしょうね。この手がね、まあ、普通の人はなんだそれっていう動きなんですけどね。いや私も今 V 見てびっくりしました。なんだそれやと思って。いやちゃんと V 明けに受けるってことはもうこれでね、もう自分で意識してるってことですよね。そうですよ。持ち逆化していこうってことですね。自分でもちょっと衝撃的だったんですけど、どうでしたエビチー。いやもうあなたの行動で分かりますよ。分かりますよ。だってもうなんか最後うわーって言ってましたもん。料理長にね、料理長に若干襲いかかってましたもん。うわーって言ってましたもん。一通り終わった後ですよ。なんかもうこんなに美味しいものが作れる人ってどうなってるんだろうと思って。そういう気持ちもあるんですよね。そうなんですよ。まあエビのあのプリプリ、あれやっぱりその下処理ですか？うん、そうなんです。片栗粉と塩で揉んで流水で洗って下味をつけるんですけど、その揉んだ後に1時間置くんですって。すごいな。で流水で洗って下味をつける時にもさらに1時間置いて、やっぱり作る時は一瞬で作り終わるんですけど、下処理を丁寧にしておくから中華は美味しいんです、ね。なるほどですね。あのエビチリ僕本当好きで作ったことあるんです、本見ながら、はいはい、でもそんな下処理とかやったことないし、その2時間でしょ合計、はい、そんな時間かけたことないですもん。でもエビの食感がやっぱり全然違う。歯から逃げていくんですよ。なかなか表現としてどうなんですか。歯から逃げていく、どういうことね。プリプリすぎて、プリプリ感が口の中全部エビでしょもう。うん、ソースがやっぱり絶品で、エビとソースの相性がすごくいいんですよね。私あれご飯丼3杯いけます。ソースだけで。いやでも確かにいけるでしょうね。うん、これ手芸はクッキングはそのプロの技をご家庭ででしょ、はい、これあなた僕らに作るお願いします。ちょっと1回ぐらい鼻が出ちゃった今。
びっくりして、ね、エビは買いますからタケルが僕は僕だけ買いますから、ね、もう買いますよ。いやあれやっぱ出来立てだから美味しいんですよ。ご家庭でね皆さんほらあの 大切なおっさんとかすげーさんに近いでしょ。いないですけどすげー、はい、あのご家族の方とかにね、はい、作ってあげてくださいね、ぜひね、はいはい、作ってくれるんですかね。さあではここでですねプレゼントご紹介したいと思います。やんわり断られたね。フェニックスシーガイアリゾートよりレストラン利用券5000円分をお二人の方にプレゼントです。応募方法は番組の最後でご紹介します、はい、中国料理ランハイでは旬の食材を使ったボリュームたっぷりの月替わりレディースランチや経験豊かなシェフが作る本場広東料理をリーズナブルにお楽しみいただけます。シェフの味もお店でぜひ確かめてみてください。以上手芸うまクッキングでした、はい、CM の後はシティートピックスです。